アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今日なんですけど、はい、ノーマル10連チケット9月30日使用期限についてというお知らせが来てます。皆さんはもう気づいてる方も多いと思いますし、使ってる方も多いと思うんですが、ノーマルガチャのね、じゃあ10連チケットが締め切りが迫っております。期限に関しては2022年10月1日の土曜日、明日ですね、4時59分までとなってますので、チケット使い忘れている方はお忘れなくということで、注意喚起も含めて最終日に動画を撮りました。なのでこちらでガチャ動画をチケット使って撮っていきたいかなと思います。1個でもなんか出たらラッキーかなという、それぐらいの気持ちでやりたいと思います。で本日からはね、 FF7 の旧特進技、シドさん、こちらね、シドさんがピックアップされているフォーカスされているイベントでルーファス社長とケットシーの D 角も入ってるので、ね、ここも結構目玉なんじゃないかなと思います。はい、狙ってる方も闇強化もできるので狙う方もいるんじゃないかなと思いますが、僕はこのガチャはスルーします。で現在チケットは結構溜まっていて、ノーマルチケット9月30日11枚あるので110連やっていきたいかなと思います。その前にこちら1日1回のノーマル装備召喚やっていきたいと思います。トータルで111連という感じでノマガチャ回していきたいと思います。さあドクターマグ1個でも当たったらいいですね。で告知になるんですが、明日日付が変わりまして2022年10月1日土曜日、だいたいお昼の14時くらいですね、午後2時ぐらいから計画してるんですが、 YouTube ライブにてチャンネル登録1000人達成記念ということで、散々 YouTube ライブ等で言ってきたライブガチャなんですが、せっかくやるからにはこちらはどれだ、9月、これか、10月1日4時59分これですね。せっかくやるからにはということで、世界記録を目指そうということで、一応ギネス申請しましたね。なんかそのこういうことやりますみたいな申請してきました。なので、まあ、現状僕がすごいこのなずっとこの企画計画っていうのはもう本当にずっとあったんですけど、ライブガチャをやるって宣言したら多分500人ぐらいのチャンネル登録500人ぐらいになった時に言ったと思うんですが、その時からこの計画っていうのは実はすごい温めていって、ようやく現実的にやる日が決まったという感じになっております。で、まあ、その中でも僕が調べてる中でも多分ライブでそんなにやってる人は本当にどうしググっても調べても YouTube 検索しても出ないんですよね。なので、まあ、実質その記録はまだ作られてないんじゃないかなと思います。一応ギネスにこう申請するときにも一致する記録はありませんみたいになったので、まあ、ここから今ギネスのね認定の関係者の方が調べたりとか、まあ、本チャンで僕が動画を撮影ライブしてから審査に移ると思うんですが、まあ、記録はこう公式的に認められなくても楽しんでやっていこうかなと思います。 YouTube の中では記憶は残りますのでね。はい、共通出ました、レア装備召喚ありがたいですね。未所持ではなかったので、まあ、とつっていきたいかなと思います。はい、30連目いきましょう。まあ実際的に言ったら多分 FFRK の動画を投稿してる数っていう多分僕が一番多いと思うんですよ。多分世界で一番僕が FFRK の動画を投稿してると思うんですよ。ナンバリングつけてるこの投稿型の動画に関して言えば、まあ、1100何十本ぐらい上げてるんですけど、僕 YouTube ライブの方はそのナンバリングにカウントしてないので、でプレイリストの方に入れてるんですけど、それだけでも合計で1400本ぐらいの FFRK の動画があるんですよね。なので、まあ、実質結構古参勢の配信者でも1400本以上動画を上げている人はいなかったと思うので、ストラゴスのじっちゃん、どっちも未所持ですね。あ、持ってますね、どっちも所持してるんじゃないかな。ストラゴスは絶対持ってる。ジャックか、霊式弱いんでね、欲しいんですけどね、強化したいんですが、まあ明日のライブガチャ
それこそ盛大にやっていきたいかな。ソシャゲで多分それぐらいのライブガチャでやってる連撃数はいないんじゃないかなと思いますね。2000連近く僕多分行くと思うので、2000連は超えると思う計算なので、それをやってる人はいないんじゃないかなと思いますね。実際にやるメリットがほぼないので、結構廃課金配信者はいろんな他のゲームとかでもまずいないんじゃないかなと思いますね。トータルで言ったら連撃数はすごい行ってる人はいると思うんですけど、今のゲームって天井があるじゃないですか。僕がやってる他のゲーム、ニーヤと聖剣やってるんですけど、だいたい天井で200ぐらいなんですよね。で、貫突まで行くってやったとしても2000とかまで行かないんじゃないかなと思いますけどね、とは思うんですけど、見たことがないですよね、それをライブでやるっていう。かぶりですね。新規今のところゼロです。さあ、でもまあ揺れてくれてるだけいいかな。さあ、ドクターマグ、まあそんな感じで告知も含めて、あとこのチケットね、使用するの忘れないようにっていう注意喚起も含めて今回動画を撮ってみました。いやー、どうなるんでしょうかね。まあちょっと最後の方には、なんだろう、前半、まあ前半といってもあれですけど、後半には結構、まあ狙ったものを狙い確実に取りに行くガチャを 100連以上は編成考えているので、後半の方も楽しんでもらえたらなと思います。 YouTube ライブはね、全てアーカイブ残すので、そちらで後で追ってみてくれても嬉しいです。さあ、未勝利1個ぐらいはあるのか。デュースさんのマテリア、おお、1個来てる。 FF タクティクスアルマさんじゃないですか。ありがたいですね。1個未勝利出ました。なかなか強化できないファイナルファンタジータクティクス、こちらが強化できるのはすごい嬉しいですね。さあ、ミラボは1個も出ませんが、どうなってるんだ僕のテーブルは。ああ、でもね、虹が出てくれるからまあいいでしょう。数出てくれてますね。キャラ愛のメンバーの専用とか必殺技みたいなステアップがついてないものが出てくれると個人的に一番嬉しいですね。そしたらレンズ品使わなく、レンズで交換するしなくていいので。さあさあさあ、魔法、なんだこの鉄仮面、なんだこのヘルメットは。ガブラスさんか。 FF12 やってるから寄せてきたか。2212ときましたね。さあ、まだチケットは残っておりました。さあ、ドクターモグ、ミラボ1個ぐらい見たいですね。おお、引き寄せた。ミラボ引き寄せきましたよ。まあさすがにこれあれですよね、ミラボどうなんだろう。星8とか入ってるのか、ノーマル出るのか。バナーに究極出てますもんね。そしたら超あれですよね、天文学的な、もうレアですよね。さあ、魔法、おっと、セラちゃん、おお、ピュアに、これあれだね、半分超えたね。覚醒が、連動が上がってきました。これありがたいね、使ってますからね。あ、でもこれはあれか、水かく、どっちのやつも、どっちでもいけるやつですもんね。待機短縮いいんじゃないですか。これセラちゃんはね、スタメンですから、シリーズも水も氷もスタメンなんで、3つスタメン入ってますから、パーティーに。さあ、ドクターモグ、おお、また揺れてる。おお、虹ですね。さあさあさあ、何が出るか。虹、さあ来い。お、刀、なんだろう、エッチさんとか。バッツ、ちょっと待って、新規なんだけど、バッツさん嘘でしょ。熱いんだけど、クワッドエレメントモード、風水炎地属性、ステアップ10、これはもういいですね。霊式誰これ、レム様だ。いや、もうバッツ強化は熱いんじゃないですか。
ありがたいですね。お、出てますね。数はいいんだけどね。まあ、新規来ましたよ、とバッツ先生。まあ、でも覚醒も出ましたからね。全部持ってそうだな。さっきあのアイスホッケーで使うやつも見たことあるもんな。エース、いや見たことなかった。おっとレア装備出ましたね。こういうのはね大事に取っておきたくなっちゃうタイプです。僕は共通出ました。ニューありがとうございます。まだチケットあります。さあ来い。揺れてるね。お、虹。まあ、なかなかこうミラボのハードルはちょっと高いですが、アーロンさんっぽいんじゃないこれ。最近ちょっとねバハムと霊式炎物理やってるんですけど、お、アーロン、お、ステアップじゃん。ナイス。これマッシュ、マッシュだね。いいんじゃないですか。あ、自身の暴力力ダウン、こういうとこプチューバフ入るね。なるほどね、まだチケットあります。新規が出たから、まあ、共通のレア装備プラスアーロンさん、バッツさん、でセラちゃんの覚醒を超連できると。虹玉1個、さあブラスカさんじゃないですか。これは持ってますよね。天寄せてきますね。好きだからといって天をね。ブラスカさんのマテリア、あ、もうチケットはないのか。はい、そんな感じでアーロンさん強化できました。はい、また再度告知になるんですが、明日2022年10月1日土曜日午後14時ですね、2時から YouTube ライブにて目指せギネス記録ということで、世界記録に挑戦するガチャ動画ライブでお届けするので、遊びに来てくれたら嬉しいです。 YouTube ライブアーカイブは残しますので、忙しい方は後でアーカイブ見てくれてもすごい嬉しいです。気軽にコメントくれたら嬉しいです。で一応時間はどれくらいかかるかわからないので、昼からスタートしてやっていきたいかなと思います。まあ、1000人達成記念ということで、楽しみながらゆっくりガチャをみんなで楽しんできたらいいなと思うので、ファイナルファンタジーレコードキーパーモチベーションアップになってくれたらすごい嬉しいです。それでは明日2022年10月1日ギネスに挑戦する世界記録目指すガチャ動画、これ歴史に、僕の中の歴史に残るようなライブになるので、見に来てくれたらすごい嬉しいです。モチベーションアップになりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマンハロー。